剣に輝きを、栄光と力を、良くなるどころか病気になるって。ウサギを一分で裁ける私を甘く見るんじゃない。赤毛で、おまけにその槍、どっから見てもノラの戦士だね。アーロイ、レガーラを二度倒せし者でしょ。調理場ってのは噂が集まる場所なのよ。ただ肉を切るだけの場所じゃないってこと。さっき話していた強くなる食べ物ってのもその噂話の一つなのか。刃物を扱えるのは兵士だけだと思う？調理場にだってあるんだよ。極上の素材使ってしっかり仕込んだ料理を食べればあんたも今より強くなれる。お前の友人は乗り気じゃないな。ここの連中は草を貪るグレイザーみたいに味の違いがわからないのよ。でもヘカッタが料理が持つ効果を理解してくれたら他のみんなも考えを変えてくれるはず。強くなれる食べ物？強くなるし抵抗力も上がる。やり方次第でいろんな効果も得られるよ。食べ物を変えれば栄養から受けられる恩恵も変わるから。オセラムを見なよ。ビールを飲んだから樽みたいになってる。つまり何を口にするかで体は変わるってこと。どんな素材がいる？鶏肉とそれにある秘密の素材だね。秘密のままだったら手に入れられないぞ。野鳥の卵よ。兵士は食べようとしない。必要なのは肉だってね。でも対応力がなきゃ真の戦士とは言えないでしょ。素材を探してみる。ほらへかった。真の戦士は調理場でうじうじしない。卵は砂漠の涙にある島で見つかる。この壁のすぐ外よ。鶏肉は水辺の草地にたくさんいる鳥を狩ればいい。素材を持ち帰ってくれたら料理をタダでご馳走する。島にあるガンの巣で卵が見つかるはず。巣の周りにワイドモーがいるのか。見つけた。他にも巣があるはず。また一つあった。あった。まだワイドモーはオーバーライドできない。データを復元する部品が足りないな。これで全部だ。潮の傷に戻ろう。いい？そろそろ特製料理の準備に取り掛かるよ。なぜ材料を持ってるって分かったんだ？料理人は食材を見極めるように人の表情も読むの。光った。腕の見せ所だよ。
勇敢なあなたの胃袋が勝利を導きますように。ここの料理を味わいたくなったらいつでも来なよ。今度来た時はタダにしとくからさ。で、へかった。わかった。このノラが料理を食べるって言うんなら試してみるよ。でももし気分が悪くなったら。あんたの胃が弱いのはそういう軟弱なこと言ってるからよ。でもこれさえ食べればあんたも強い選手に早変わり。エーポート作る。この資格を得たな。あいつ光栄に思う。我々の味方だと信じて。としても何とかしないと。ここで寝てたって。あるいはもうこのまま放って。ダメ、そんなの絶対ダメ。何があったんだ。あなたは階段にいた人。お願い、父を探してくれない。村の向こうの保証の森にいるはず。このままだと殺されちゃうわ。他のみんなは同族の父を見捨てようとしているの。フェニーラ、流れ者に物を頼むんだったらちゃんと状況を説明しな。父親のガロッカーに刺された。間違えただけよ。父親が間違えて娘を刺したのか。父は最近一人でこっそり森に入って狩りをしてるの。時には何日もの間だから。今回野営地まで追いかけて戻るよう説得しようとしたの。でも喧嘩になって掴み合ってたらいつの間にかナイフが。そのまま父は消えちゃった。私が探しに行かなかったら死んでたとこだろう。でもどうも腑に落ちなくて。父の私を見る目、まるで他人を見るみたいで。やっぱりガロッカーは心が。いい加減でして。父はまともよ。約束はできないが私も探してみる。できる限りな。野営地はどこに。南東に行ったとこ。ありがとう。よかったじゃないか。さあほら、もう休みな。野営地だ。フェニーラが父親と揉めた場所はここだな。フォーカスで父親の足跡が見つかるかも。油の壺が倒れている。血だ。フェ、どこに続いているんだ。あ、かなり血を流していたんだな。ここで死んでいてもおかしくなかった。クローストライダー、それに大量の罠。あれがガロッカーだな。助けよう。かぎ詰めた丈夫な顎だけでも。流れ者か。腕前見せてみな。感謝する。おい、話をしよう。見事な戦いぶりだが、テナークスではないな。名を名乗れ、流れ者。アーロイだ。お前はガロッカーだな。フェニーラに頼まれてきた。彼女は村に戻って
お前にやられた傷を癒している。なら心配はなかろう。おい、移動するぞ。森の奥にいる分隊が敵に待ち伏せされている。敵だと？逆賊？呼び名などどうでもよい。卑怯な連中だ。とにかく力を借りたい。頼めるか？わかった。分隊はどこだ？こっちだ。保証の森を抜けていく方が近い。なぜ待ち伏せが分かった？山道で敵の動きを観察していたんだ。奴らは何年もの間この土地を奪おうと狙ってやがる。何年も？レガーラの反乱は最近のことだ。何か変だな。待ち伏せだ！トラの一家に見つかった！そうだ！いや、違うか、ストーカーだ。奴らだと思ったんだが、気のせいか。軍隊のもとに急ごう。静かに。もうすぐ着くぞ。J 分隊、俺の。ガロッカーは明らかに変だ。そんな。戦死した兵士の古い記念碑だ。助けるには遅すぎたみたいだな。ガロッカ、お前は何者だ？なぜわしの名を？私はアーロイ、フェニーラに頼まれてきた。何も覚えてないみたいだな。またやってしまったのか。なぜここにいる？分隊が待ち伏せされてるとさっき言っていただろう。ここで襲われたんだな。かなり昔に。わしの分隊だった。空の一派に待ち伏せされ、みんな殺された。今から30年前のことだ。フェニーラはお前が狩りをしていると言っていたが、ここに来ていたんだな。いいか、落ち着いて聞いてくれ、ガロッカ。フェニーラが怪我をした。お前を止めようとして。まさかわしが娘に。そんな。全てがぼやけてる。霧の中をさまよっているようで、剣の感触すらはっきりとしないんだ。霧が晴れたら晴れたで、自分が何をしていたか思い出せない。いつも森に一人きりでいるんだ。その霧が出るようになってどれくらいだ？数週、数ヶ月か。初めのうちは一時的に頭が混乱しているだけと思ってたんだ。
だが次第に名前や顔が消えていき、どうやって来たのかも分からずに一人きりで森にいた。なぜフェニーラに言わなかった？何と言えばよいのだ。自分が擦り切れた縄のようにイカれたと。無理だ。その結果どうなった？彼女を傷つけてしまったんだぞ。空の一派に待ち伏せされたのか、大昔に。わしらがちょうど巡回を終えて村に戻ろうとした時に襲われたのだ。わしだけ生き残り、傷が癒えてからここに戻って仲間のために記念碑を建ててやった。そしてわしは復讐のために連中を大勢殺し続けたのだ。派閥の乱というやつだ。さっきお前は敵が何年もこの土地を狙っていたと言っていたが、それも派閥の乱のことか？ヘカーロが族長の座につくまで我々は常に争い、森をめぐって戦いを繰り返した。そこにある廃墟の村はその時の名残だ。どれだけ兵士が死んでも復讐の連鎖が途絶えることはなかった。保証の森が赤いのは何世代にもわたり帰り血を浴びたからだとも言う。もう村に戻ろう。待て、記念碑の一部が欠けている。死んだ仲間の刃で作った印が見当たらない。どこだ？きっと近くにあるはず。見つけないと必ずあるはずだ。おい、落ち着け。私が探す。分かった。記念碑から続いている痕跡がある。追ってみよう。クランバージオだ。奴らが持って行ったのかも。ザーサイド仕留めるか。
印を探してみよう。死骸の山から見つかるかもしれない。わしは機械が来ないか見張っておく。これがそうだな。ガロッカーのところに戻ろう。ほら、これがその印だろ。そうそうそうだ。記念碑に戻してやろう。先に行け。わしはもう少しここで仲間を忍びたい。大丈夫か？心配するな。もう霧は晴れた。分かった。村に戻ってフェニーラに無事を知らせるよ。ありがとう、アーロイ。これでフェニーラに父親の真相を伝えられるな。潮の岬に戻ろう。大丈夫、無事だよ。彼は錯乱したんじゃなく、ただ記憶が曖昧になってるだけだ。派閥の乱が続いていると思い込んで分隊を助けようとしていた。記念碑に着いたら我に帰ったけどな。ずっと霧の中にいたと言って。待った、同じようなことがたまに同志にも起きるって聞いたんだ。記憶がだんだん薄れていくって。ガロッカーも年齢は同志と同じくらいだろ。テカーロが族長になる前はみんな若くして死んでいたから。そういうこと。ああ、よかった。もし錯乱してたらしきたりによって処刑されてたわ。え？彼は年を取っただけだ。処刑なんてもってのほかだろ。村の人たちには区別をつけられないのよ。でも私たちが何とかする。ところで、父はどこ？ここだ。我が小さき槍よ。あ、すまなかったな。大丈夫よ、父さん。もう安心して。みんな分かったから。霧が出るときは、私がその手を握って支えてあげるわ。もう怖がらなくていいの。いろいろありがとう。これを受け取って。あんたがフェニーラにしてくれたことは決して忘れないよ。ありがとう、アーロイ。アーロイ？ああ、そうだ。何を言い争ってるんだ？セリバが譲らないんだ。フェリッカが天の翼に乗って空を飛んだんだってね。ただストームバードにしがみついてただけだっていうのに。ストームバードに乗ったのか？飛びはしたけど、でも乗ったとまで言えるかどうか。はっ、今認めたね。もういないかのような言い方だな。いないの。フェリッカを捕まえた機械、その後山に飛んでいっちゃって。機械は今も飛んでるけど、フェリッカはもう見当たらない。
そんな最後初めて聞いたよ。本当に山頂には誰もたどり着けないし、彼女は最高の兵士でいい鎧も着てた。でもそれももう役に立たない。私が登ってみようか。無理だよ。あの機械に捕まりでもしない限り自力であそこに登れない。今はな。だから飛んだって言ってるでしょ。雪で音が聞こえにくくなってる。ここから後で補充しよう。フェリッカの鎧の一部だ。他も探そう。嫌な予感がしてきた。フェリッカを殺したのはこいつか。3の矢玉が
引っかかっていた。別の鎧の一部だ。フォーカスを使ってみよう。これも鎧の一部だな。これで全部だな。鎧を回収したことをあのデナークスたちに伝えよう。見たよ。フェリッカは見つかった？鎧はなんとか回収できた。全部じゃないけど、ストームバードが相手じゃ勝ち目はなかった。ああ、そうか。でも勇敢な最後だったと。で、どう思う？空を飛んだのはフェリッカが最初？しがみついて一定時間空中にいたんだ。飛んだと言ってもいいと思う。やっぱりフェリッカが最初ってことね。鎧は2代目のあなたが受け継いで、作業台で修理できるからこっち。修理が終わったらあんたが使って。あのフェリッカに似て強胆で勇敢で気配りもできるとは。非業の死を遂げたフェリッカを称えよう。あらそう、あんたは謙虚で優しいね。雪が降るたびに世界が静けさに包まれる。私の力はあなたの力だ。おい、ここにある木は真の。あんたの刃に。天の翼に乗ってそこも胸張ってあるのよ。あのテナークスたちは何を見たかな。海の襲撃者とはどんな連中なんだ。この近くでレガーラの信奉者を掃討してね。多くは死んだが、逃げ延びた奴らもいたのさ。そいつらは途中で潮の岬を襲い、海に出て西に向かったって話だ。襲撃者は海に逃げたのか。そのために岬を襲ったのだろうね。奴らは木を組んで平らな船を作った。それはいいかだ。私だったら乗りたくないけど、それが奴らの計画だった。眠ってた衛兵を殺し、物資を盗んで海に漕ぎ出した。
奴らはまた来ると思うか。盗んだ物資はいずれ尽きるし、衛兵の殺害も計画的だった。あいつらを見つけて成敗しないとみんなも収まらない。空を飛んで海から探すこともできそうだ。体は西に行ったって話だ。海で見つけるのはあと簡単だろうね。調べてみる。あの岩の上に誰かがいる。一気に降りる。潮の岬を襲った襲撃者か。他の者は？海の向こうにある西の塔にこもっていたんだが、私は出てきた。奴らは真のテナークスなどではなく、単なる人殺しだ。潮の岬のテナークスは正義の裁きを求めてる。だったら奴ら自身が来ればいい。他の連中に裁きを下せ。私はこの海と最後の戦いをする。西の塔にいるのか。滅びの地の近くはクエにとって危険だ。なんとかしないと。襲撃者はこのどれかの一番上にいるはず。火が灯ってる。潮の岬を襲った襲撃者だな。やっぱり襲撃者だ。襲ってくるぞ。降りる場所を探して戦うか。絶対に逃がしはしないぞ。なぜノラがこんなとこに。楽になった。
早いとこ仕留めよう。襲われる心配はもうないだろう。